おはようございます、吉谷さん。まあマトリックスのこともそうですけども、例のねピッて1秒も見られなかったってやつあるじゃないですか。あれ聞いてね、私思ったんですけども、あそこで本当吉谷さんがおっしゃる通り、分かったこれなっていう感じでお金渡されたら、多分ね吉谷さんはそのスタートではね稼げなくなってたと思いますよね。結局自分がやらないともうどうしようもないと、誰も後ろにいないんだっていう風に痛感したと思うんですよ、あの時に。それまではまあリストまとめてこうやって作れば、まあ見てくれるんだろうと、全部じゃなくても半分ぐらい払ってくれるんだろうみたいなね、もう一人でやっていく人間としてはもうあるまじき意識だと思いますよ、それは。もう私も同じでですね、バックボーン誰もいないわけですよ。山口会長は私のとこ来たら30万くれ50万くれとしか言わないんですよ。もはや搾取されてるんですよね。でも私思うのは、その時はそこまでねイメージできなかったんですけども、確固たるものとして私は結局ですね、どっかで大金持ちになると思ってたんですよ。それこそ1億2億っていう風に単位を億で数える人間になると思ってました。そのぐらい自分のことを高く見積もって自分に期待してたんですよ。期待するだけではなくって、その期待に応えるだけのことを私はやり抜けると思いましたね。その中でね、50万なくしました、100万下げられました、3000万借金抱えました。小さい問題こんなの、ね、だっていくら稼ごうと思って歩き出したんですかってことじゃないですか、ね、で100万とかでダメージ食らってこんなことになるような、そんな財務状況で自分の人生を見てるのかってことですよ。それは痛いですよ、その瞬間は、その瞬間当てにしたお金が増えなかったとかね、お金取られちゃったとか、貸したお金が戻ってこなかった、当てにした入金がなかった、全部痛いですけども、当たり前のようにそれは人生であることだっていうふうにね、前提しかないといけないですよね。ここがね大きく違うんですよ。アルバイトしてました、会社に勤めてました、要するに雇われている身ではリスクコントロールの下にいるってことなんですよ。だから最終的なリスクは誰かが取ってくれるんで、だから大したことがね体験できないんですよ。これはね、一生懸命現場で働いていらっしゃる方とか会社員をされている方には到底ね理解できないし、バカにすんなって言われそうですけども、甘ったれてるんですよ、人に雇われている段階で。だって黙ってや給料入るわけでしょ、でミスっても会社のミスになるわけでしょ、で評定平均は落ちますけども、その評価は落ちますけども、じゃあ明日食えねえかって言うとそんなことないですよね。でしかも個人としては守られてるわけじゃないですか。もちろんその道自体を否定してるわけじゃないんですよ。そういう生き方もあるし、そういう生き方を選ぶこともできます。でも少しでもね、副業しようとか起業しようとか自分のビジネスをやろうとかね、もうちょっと人よりも多く稼ぎたいなと思ってるんだったら、自分を守ってくれるものは誰もいないっていうことを心から認識しないとダメですね。いざとなったら会社が責任持ってくれるとか、やばくなったら誰かがね自分の前に身を挺して守ってくれるとかね、いやそれはね全然チャンネルおかしいですよね、そんなのは。だからマトリックスアフィリエイトでお金払いました、どうなっとるんやって話ですよ。どうなっとるんやって話だけども、じゃあそれを信用してね自分の財布の紐を緩めたのは誰なんだって、自分の判断が悪かったわけですよ。そう思わないとね、だっていつまでもね誰かが、例えば紹介する人が責任持ってくれますよって世界じゃないですからね。紹介した人はまさにこの商材いいなと思ったから紹介しただけで、それに反応してもっと詳しく教えてくださいっていうふうに頼んだのは誰ですかとかね、その商品はいくらですかっていうふうに聞いたのは誰なんですかとか、その商品売ってくれませんかって頼んだ誰なんですかってことですよね。全て押し売りじゃないです。こちらから反応して、こちらから行動して、こちらからお金を入れたんですよ。だからもう泣き言は言えないですよね、それで。まあ世の中巧みですよ。本当に心から詐欺をしている人もいますし、上手にお金を取って逃げちゃう人もいますし、いざお金を受け取ったらビビってね作業できなくなっちゃう、市場ができなくなっちゃう人もいますし、実際に商品買ってみたら自分よりも格下だったってこともあるんですよ。全て込みで勝負ですよね、ビジネスですよね、人生ですよね。でちょっと筋トレの話に行きますと、体を鍛えようと思ってね筋トレをトレーナーについてやるじゃないですか、ジムに行ってやるじゃないですか。そこで怪我をして、例えば突き指しました、骨折しました、これジムに責任求めるんですかね、トレーナーに責任なんですかね、なんですかねこれは。だからそんな怪我が怖いんだったらトレーニングするなとかね、運動するなとか、怪我が怖いんだったらビジネスするなって話ですよね。払ったお金が無駄になる、当たり前にあるんですよ。貸したお金が取られていく、人生に当たり前にあるんですよ。
だからそこで受けたダメージすら糧にして次のステップに持っていかないと、持っていけないんだったらそこで終わりですよ。でいかなるダメージも自分の糧にした人が次のステージに全員立ってるんですよね。でそのステージでもう一歩前に行こうと思ったらやっぱり怪我するんですよ。で何人か脱落する、何人かは怪我をしたのにもかかわらずもう一歩進む。で最後までステージに立っている人間が金をつかむわけですよね。勝利をつかむわけですよ。それが成功ってことですよ。だから無傷で成功できないんですよ。泣き言を言ってね、なんかお金なくなりました、騙されました、保証しろ、確かにそういう程度あるでしょう。ただことビジネスにおいて誰かに保証してもらっても自分自身の力がついたわけじゃないってことですよ。むしろ逆です。守られたことによって自分のステップアップ、力をつけるチャンスを失ってるんですよね。この投資効率の悪さっていうのはね、ないですよ。だから受けた傷は全部自分で癒すこと、泣き言も言わずにね。そして癒された後に前よりも強くなってる進化した自分に気づいて、昔やられたことを笑い話になるっていうね、詐欺られたことをネタにできると、そういうふうなね、タフさがないと、とてもじゃないけど巨万の富は築けないですよ。それは1億円とかね、1000万とかつかめないですよ。でずっと結局同じ所得で借金が増えるばっかりで泣き言を言って終わりですよね。そのぐらい厳しい世界だと思いますし、そもそもね、そのインターネットビジネスで誰か来た、じゃあ行ってらっしゃい。